加藤光弘は、江戸時代前期の日後国熊本藩の四次。には、文を守る。北家寺の墓所二代藩主、加藤忠弘の長男として誕生。母は、正室、伊姫で、徳川家康の彦にあたる。1618年生まれ説もある。寛永七年、三代将軍、徳川家光から変紀と松平の名字を与えられ、光弘と名乗るとも。寛永九年、 父、忠広は、江戸三布都城、品川塾で入府を止められ、池上本門寺にて海域の沙汰を受けた。海域の理由の一つに、光弘が諸大名の名前と顔を記した無本の、連番状を作り過信をからかうという、過ぎた座教を行ったというものがある。光弘は、飛田国鉱山藩主、金森重頼にお預けとなり、官人寮として、月報百口を給され、 天照氏寺に撤去したが、廃所にて過ごすこと一年後の寛永十年、父に先立ち病死した。無人肌であり、海域の縁因は自分にあったとして耐えられなくなり、自陣したとする説、毒殺説もある。墓所は、高山四天聖寺町の北家寺。北家寺は、金森重頼が、光つ広一周期の時、その霊を慰めるために、鉱山城二の丸の建物を移築して創建し、 墓所とした寺である。この地域には浄土新宗の寺院が圧倒的に多い中で珍しく北家寺は北家宗寺院であるが、それは加藤家宗氏が北家宗のためである。寺には光弘の遺品が残り拝観できる。光弘の死後、重心の一部は上野平を開墾して機能し、現在も子孫が住んでいる。祖父、加藤清正の菩提寺は、 三つ広の菩提寺北家寺の北家宗修人門流とは、北家宗修の一派とはいえ門流をことにし、日蓮、日老、日院、非正、非伝系の日蓮宗六条門流の初星山、本名寺である。ありがとうございます。